どうも、一分霊能探偵中田城です。私ね、どんな複雑解決の事件も一分以内にスピード解決、したがってね、動画も一分以内に強制終了いたします。私、皆様から敬意を込めて中田氏と呼ばれています。はい、私をね、街で見かけたら中田氏最高っつってね、中田氏最高っつってね、素晴らしきは中田城です。はい、そんな感じでね、今回前回引き続きこのね、悪魔のお面のね、除霊をします。あ、前回説明で終わっちゃったんだけど、まあ前回の動画見てねえよこのバカっていう人のために説明すると、このお面はね、旧ソビエトの沈没船から発掘された600年前のお面です。はい、そこまではみんな覚えてるかな。はい、まあそんな感じでね、これを除霊するんだけど、これかなりやばい。今回ね、俺かなりビビってるから、この俺がね、素晴らしきは中田四郎、素晴らしきは四郎中田がかなりビビってる。悪しきオーラパワー、悪しきオーラ力をひしひしと感じるね。この動画見てるケイラもやばいかもしれないから、自己責任で見てください。本当やばいからね、俺。やばい。でね、さっきね、何回も選挙カーに邪魔されてね、取れなかったんだけど、まあ、選挙するのはいいんだけど、ただ俺思うんだけどさ、なんかスピーカーでさ、なんか、お願いします、よろしくお願いしますってやんじゃん。古いやり方をいつまでやんだろうね。あれなんかな、やっぱネットとかをまださ、そのフル活用するにはまだあれなんかな。選挙ってさ、若いやつが行かねえからさ。老人が行くじゃん。なんか、若いやつって選挙興味ねえから行かねえじゃん。で、結局さ、若いやつはネットを活用してるけど、選挙に行かないから、ネットをね、活用して YouTube とかでさ、その選挙の宣伝しても意味ないのかな。やっぱ老人が選挙に行くメインじゃないかな、多分。俺の感覚だと、俺が選挙に行くと、老人ばっかいるのよ。若いやついねえんだよね。だから、若いやつに向けてネットで、選挙の宣伝しても意味ないのかもしれないね、今はね、まだ。やっぱネットをやらないおじいちゃんおばあちゃんがメインで選挙に行くから、やっぱネットで宣伝しても意味ないから、やっぱああいう街頭演説みたいな。スピーカーでさ、古臭い、いつまでそのやり方でやってんのっていうより古臭いやり方で、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張っておりますって、やんなきゃ、おじいさんおばあさんが来てくんないんだろうね。本当、若い子選挙行かないからね。だっていないんだもん、選挙に行くと若い子は。なんかじいさんばあさんが集団できてるよね。だから、なんで俺いつもね、選挙ってあんな古臭いやり方をいつまでもやってんのかなと思ったけど、やっぱりインターネットでさ、やったってさ、肝心の老人が見れないからね。だからやっぱ老人相手に選挙やってるからあんな古臭いね。いつまで経っても古臭いね。あれってさ、正直さ、迷惑じゃん。うるさくて。だもうちょっとインターネットを活用した、やり方やればって思ったけど、確かに老人しかさ、来ねえからさ、選挙にさ。だって老人ばっかな、本当に。確かにあれじゃ、ネットで宣伝しても老人はネット見れないからしょうがないよね。選挙がうるせえって言うんであれば、ね、そういう若者たちはね、俺言いたいけど、君たちが選挙に行かないからだよ。君たちが選挙に行かないから、ね、老人が主力だからね、老人の票が主力だから、いつまで経っても古臭いね、街頭演説をやってるわけですよ。ね、若い子たちが、ね、選挙に行けば、あれやめるから。政治家も若い子がちゃんと選挙に行ってくれれば、若者を中心の動きをするから、あくまで、老人しか票入れに来ねえから、老人向けにやってる行為だから、君たちが選挙にちゃんと行けば、うるさい街頭演説やめてくれるから、政治家は。はい。まあ、そんな感じでね、ちょっと時間ねえが、次回こそね、次回こそ、この、除霊をしますんで、はい、お楽しみに。じゃあな。